イエイ、ヤッホー、久しぶり。こんばんは。明日ね、モノマネできたんだけど、今やるかめっちゃ迷うんだけど、どうしよう。先みんなに見せとく。先アイリファンに見せとく。新作が出たんできたんですよ。どっちがいいですか？明日のお楽しみの方がいいですか？でもあれ、なんか練習風景を個人のショールームでやるみたいなあるよね。忘れられたくし、忘れてないよ、大丈夫だよ。最近メール返しだよ。あ、いいよ、仕方ない、無理してやるもんじゃないしね。え、マジックさ、ちょっとさ見てほしいんだけど、どう思うか。いくよ、ちょっと台がないから明日は台付きでやるけど、ちょっと見ててほしい。待って、もう一個コインないかな。ちょっと待ってて。あ、ね、パパ小銭貸して、ちょっとマジック用の。そう、それでね、今回はですね、コインと100円を使ったマジックをしていきたいと思います。まずここのお皿にこっちのコインをね置きます。こんな感じで、でその上にこのグラスをね、かぶせます。手で持ってできるかな。で、先ほどの100円をね上から叩きつけます。いきますよ。はい、こっちに移動してきました。みたいな。こういうマジックです。イエーイ。これをやろうと思ってます。イエーイ。ハンドパワー。ゴキさんハートありがとう。アラジンさんファイトありがとう。シェイさんファイトありがとう。そう、これでいいかな。もう一個ね、ちょっと小ネタみたいなのを用意してて、あ、手開く。あ、オッケーオッケー。ちょっと台がないからやりにくかったけど、もうちょっとそう分かりやすいように、グラスも全然仕掛けがないので、そう。モノマネ見たいですか？練習したんですよ、さっき。明日でのお楽しみがいいですか？だってこのさ、あれも種も仕掛けもないからね、ほら。このコインもないし、普通にこれ100円玉だし。浅野敦子さんはもうやったじゃん、新しい人です。え、か、使い金がいい？仕掛けないよ、ほら、ほら。コップの底？ほら、こんな感じのやつですね。
どうしよう。明日でお披露目でいいか。さっき家族全員に聞いてもらったら似てるということで。初めてやる。そう、むーちゃんの反応は知らんって、その人のこと。そう、じゃあ明日楽しみにしておいてください。桃は知らん人だし。初出し初出し。楽しみだから、マジックの準備もできたし、明日はバッチリだきっと。ひでくんさん、ハートとドラマありがとう。ももちゃん巻き込むがと、ももちゃん、ももちゃんって妹の方ね。マイメロ、マイメロ、クロミちゃん、クロミ、さっきねマイメロの声聞いてたんだよね。マイメロが絆創膏貼ってあげる、つつる、できな、できなった。マイ、マ、マイメロ、マ、マ、クロミちゃん、クロミちゃん。クロミちゃん、クロミちゃん、自動車保険、自動車の税金のやつちゃんと払った、クロミちゃん。絆創膏貼ってあげるね。あ、ずれちゃった。ずれちゃった。マイメロ、マイメロが絆創膏貼ってあげるね。軽自動車制服、マイメロ、マイメロ炭酸飲むとえずく。あ、ずれちゃった。マイメロ、マイメロ絆創膏貼ってあげるね。はあ、ずれちゃった。マイメロ10万円申請してきたよ。マイメロ、マイメロ絆創膏貼ってあげるね。どうかな、どうかな。クロミちゃん、マイメロなんだけど。マイメロ、今日たたききゅうりのタレ買ったよ。2本分のきゅうり食べたよ。マイメロはね、イベントがなくなったよ。こんばんは。
小顔。いい子がオローラ欲しいです。ファイナルさん、ハートありがとう。マイメロハート嬉しい。これ100、110円の、これ110円の小顔ローラーだよ。これは110円の小顔ローラーだよ。セリアで買ったよ。110円で買おうとするよ。意外と気持ちいいよ。110円の小顔ローラー使ってるアイドル私くらいだろ絶対。まえさんかわいいな、かわいい、ありがとうございます。まえめのセリアよく行くよ。これで太ももの裏をね押してるよ。こんばんは。こんばんは。今日も筋トレします。見えてる？Can you see me？モグさんだるまありがとうございます。まあ今やろ。怪しいこと言ってるからバーンされたかと思ったよ。Can you see me? Yes, I can see you. マイメロ、毎日アイドル2日目だよ。恭平さん、だるまありがとう。ちょっと似てない？アイちゃんの配信はいつも止まったらバンされたのかってみんなに言われてるよ。つーちゃんハートありがとう。社会人5日目すげえ。こんばんは。よく止まる、ごめんね。酔っ払ってないよ私、ほんとお酒飲んでないんですよ最近。もうほんとに飲んでない、何ヶ月も。あのね、シラフでもどんだけ飲んだ人にでもシラフの状態で話が合う、それが理性ありです。眠い説はないな。
祉芸は明日ですよ。8時半とかだっけ、8時からとか8時半とかそれくらいの時間。今日の髪型好き、嬉しい。暑すぎてダンスを踊ってたらまとめた。ゲームな感じで日本酒、私日本酒飲んだことないよあんまり。てか無理、まず最近飲んでる飲み物はクローズです。ソンさんハートありがとう。おいらも最近飲んでた。本当飲まないよね、意識しないと。バラありがとう。そう、政治黒酢を飲んでますね最近。ほんと毎日ちょっとずつ。体柔らかくなんないかなと。好きな炭酸水って何？ウィルキンソンとかそういうこと？あんま炭酸水も飲みませんね。ビール飲みたいな。ビールよりハイボール派だな。お酒飲んでないな。なんか馬路村ゆずチューハイが1本だけあるんですよ。今日飲もうかな久しぶりに。適度なアルコールって体にいいんだよね。ほんと摂取してないから、あれ飲もうかな今日。ってか適度に飲んでないとさ、マジでさすぐ言っちゃうから。バッシゴ親知らずに、そういう酎ハイあるから飲もうかな寝る前に。テレスさんハートありがとう。美味しいジントニックを私も飲みたい。ダーツとかしながら。ね、ビール苦いよね。変顔で止まってる。見て見ないふりしてあげて。こんばんは。プー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 。止まるね。今日はもうやめとこうかな。ランキング読んどくね今のうちに。今日はアイリさんで言ってますけど嬉しい。ランキング読むね。京さんハートありがとう。めっちゃ時差あるよね。見えないかな。
ロップか。見えた？嘘嘘。え、読んじゃう読んじゃう、読むよ。あ、あ、いける？嘘、でも怖いから後でランキング後でインスタのストーリーに載せます。今いける？いける？いける？あ、いける？いっちゃうよ。13位コウキさん、ありがとうございます。12位アイちゃん、ありがとうございます。11位アメさん、ありがとうございます。10位タロイモさん、ありがとうございます。9位ヘルプミーリセさん、ありがとうございます。8位タッタさん、ありがとうございます。7位ソーマさん、ありがとうございます。6位ファイナルさん、ありがとうございます。5位ちさちゃん、ありがとうございます。4位コウキさん、ありがとうございます。3位京平アット社会人アンド一人暮らし1年目さん、おー頑張って、ありがとうございます。2位ひでくんさん、ありがとうございます。1位しょうゆさん、ありがとうございました。よかったよかった、ギリギリ読めた。じゃあストーリーじゃなくて今読めたということでよかったです。直接読めて。じゃあ明日の12時1時に会いましょう。バイバーイ。アディオス。うまい、インスマになっちゃう。